はい、皆さんこんにちは。多くの自治体や学校から相談を受けていることで Google ワークスペースが入っちゃったんだけど、マイクロソフトのワード、エクセル、パワポ、これ使えないの？という質問が一番多いんですよ。で、夏休みの研修でもやっぱり先生方はワード、エクセル、パワポ、これを使いたいということで、で、実は今こちらを見てください。はい、今こちら側が Google Workspace for Education、 こちらが Microsoft 365の for Education です。で、アカウントを見てください。こちら、はい、のぼる&@gigaschool.jp、 これ Google アカウントですよ。はい、で、こちらを見てください。これは Teams の画面なんですけど、 Microsoft 365のアカウントです。はい、こちらものぼる&@gigaschool.jp ということで、実は Google のアカウントと Microsoft 365のアカウント両方取れます。実際やってみますね。例えばこちらですね、この Q10 リーダー Teams、 ここから Word を開きます。はい、で、新しいファイルを作って、はい、これ Word ですよね。まあ、例えばこれあーとか、はい、あーとこう、はい、文章打ちますね。はい、で、これを共有します。共有で、リンクのコピーとしてあげる。で、今これ Teams からこちら、Google クラスルームですね。例えば3年 B 組を開いてクラスに知らせたいこと、はい、ワード文書です。はい、で、ここで、まあ、追加でリンクで、はい、先ほどのこのワードのリンクを追加してあげると。はい、で、今このドキュメント2が追加されて投稿としてあげると、はい、ほら見てください。これワード開きますよ。はい、開くと、はい、ワードが開きました。はい、それで、まあ、当然ここでね、まあ、編集もできるし、いいとかね。はい、で、編集したものは、はい、こちらにも反映されると。はい、こんなことはできます。で、これ何でも共有できます。例えば、ここをクリックして、パワーポイント。まあ、Excel もできるんですけど、はい、例えば、パワーポ作ってみますか？はい、じゃあこれ作ってみますか。はい。じゃあ、ここでは、やっぱ、あーとかね。あーとか、はい。こんな作りました。じゃあこれを、Google クラスルームで使うと、はい、これ共有してあげて、で、リンクのコピーと、はい、で、3年 B 組にここで例えばパワーポと、はい、してあげて、はい、追加でリンクで貼り付けてリンクの追加としてあげます。はい、これで投稿します。はい、そうするとこのようにクラスルームからパワーポイントが使えると。はい、で、もちろんこれ、まあ、編集できますよ。いいとかね。はい、これすごく便利ですよね。まあ、これ見てわかるように同じアカウントで Google と Microsoft 共存できるんですけど、なぜか多くの学校が Google だけしか入れませんよ、 Microsoft だけしか入れませんよとなってますので、今回一つのアカウントでこの両方を使う、要するに Google が入っていても Word や Excel、PowerPoint そのまま使えると、 Windows 製品が使えると。で、こっからちょっと難しい話になるので、もし Google だけしか入ってない学校、この僕の動画を見せて、なんか安藤先生っていう人が両方使えるって言ってるよということで、この動画自体を見せてください。これから説明する方法で同じアカウントを使って Google と Microsoft の Office、 これ両方使えるようになります。これ必ずできます。ただ一点だけ気をつけなくてはいけないのはメールの設定ですね。このメールは Gmail を優先にするか Outlook を優先にするか、これを選択しなければなりません。まあ、例えば今まで Outlook を使っていたと、Microsoft 365アカウントのメールを優先して設定すると。で、今学校全体として Gmail で使ってやってますよという人は
Gmail を優先するという設定にしてください。このメールの設定だけを気をつければ Google と Microsoft 製品同時に使えます。早速解説をしていきたいと思うんですけど、まず一つ、まあ、覚えておいてほしいのが、この例えば僕のアカウントでいうとここの部分ですね、のぼる&をアットマーク、このギガスクール .jp、 これをドメインと言います。ドメイン、このドメインを Google と Microsoft 365、これ同時に振り分けると。このやり方について説明します。でこっからは本当難しいので、まあ、教育委員会とか自治体のこのシステム管理者の方に両方設定してもらってください。この動画を見せてもらえれば絶対にわかるはずです。早速やってみたいと思います。それではまず Microsoft 365 Office 製品の方の設定からやっていきたいと思います。今ここに Microsoft Teams の画面があるんですけど、今ここに Q10 リーダーですね、はい、でここに Microsoft 365というのがありますから、ここをクリックします。はい、でそうすると今左側にここにメニューがありますので、ちなみにこれ管理者アカウントで入っています。 Microsoft 365の管理者アカウント、まあこれは多分自治体のその管理者がいると思うので、また学校にこの管理者がいると思うので、その方に言ってください。はい、個人のアカウントですね、これではできません。そうするとここのところに管理というメニューがあります。はい、これクリックします。で今こちらのウィンドウを最大化しますね。はい、そうすると、はい、こんな画面になります。はい、そしたらばここの設定というメニューをクリックします。でドメインとありますから、ここをクリックします。一番最初にドメインを紐付ける場合にはドメインの追加でドメイン名とありますので、まあ、ここでも適当にはい、ドット、まあ、ed.jp とか入れてみますか。でこのドメインを使用すると。でここでドメインの DNS レコードにテキストレコードを追加するということで、はい、これで続行します。で今これドメインをこの A が6つ .ed.jp にしたい場合にはテキスト名とテキスト値、それから TTL とあるんですけど、これらの値をドメインを取得したところ、まあ、自分はお名前 .com で今回取ってみたんですけど、ここに入力をします。じゃあちょっと入力をしてみますね。はい、これでログインできましたので、今ネームサーバーの設定、ドメインの DNS 設定とあるんです。はい、これクリックします。はい。で、今このドメインを選択して、まあこれ仮にね、A が6つ .ed.jp としましょう。でこれ選択して次へとします。で、ここのところで DNS レコードの設定を利用するということで、設定をするをクリックします。はい。で、今ずっと下まで行くと、はい、ここですね。はい。ここで、この TXT レコード、これを設定するんですけど、まず最初に、はい、先ほどのこのデータ、で、このテキスト名、からテキスト値、これを入力してあげます。ちょっとやってみますね、はい、ここでタイプを、はい、テキストにして TTL、 これ3600のままです。でここのバリューにテキスト値、これを、はい、コピーして入れてあげると、はい、でこれで有効で、これ追加をしてあげます。で追加を押したならば、はい、これ一番下まで行って、はい、確認画面に進むとして、はい、これで設定をしてあげます。はい、でただいま資料を行っておりますということで、はい、これ設定終わりました。でこの設定が終わって、まあ、反映されるまでには最大72時間かかるというんですけど、まあ10分ぐらい待つと反映されてます。でそれで反映をされたならば、ここで確認をクリックします。はい。じゃちょっと仮に確認してみましょう。はい。で、今これ、反映されてないので、ドメインのネームサーバーまたは DNS が見つかりませんと出るんですけど、もしこれが見つかったと出たならば、はい。これで、
マイクロソフト365、これがギガスクール .jp で使えるようになります。はい、これ専門的で分かりづらかったと思うんですけど、とりあえずこの設定で Teams が使えるようになりました。では次に同じアカウントで Google for Education、 これを使ってみましょう。それでは365は、はい、これ右に置いておいて、こちらですね。はい、でこちらのアカウントも今管理アカウントなので、ちなみにこの管理アカウントどうやって最初作るかというと、でこちらから無料で作れます。はい、無料で開始ということで、はい、で次へということで、あと学校を登録したりします。はい、これはまあ各自住所を入れたり、まあ、学校も入れたりするのでやります。でそうすると、まあ、とりあえずこれアカウントが取れますので、でここで最初に設定したメールアドレスが管理アカウントになります。はい、そしたらばここで、はい、この管理というのをクリックします。はい、じゃあこれもちょっと最大化しますね。はい、でこの管理画面になったならば、ここアカウントというところをクリックします。そうするとドメインというのがありますので、この中でドメインの管理をクリックします。はい、それでここでもドメインの追加というのをクリックしてあげます。でここで 123456a6 つと ed.jp としてあげて、ドメインを追加して、所有権を証明としてあげます。はい、そうするとテキストの確認と出ますので続行をクリックします。はい、そうするとこれテキストレコードというのがここに出ますので、これをコピーしてあげて、はい、でこれを先ほどのお名前 .com ですね、はい、こちら、はい、でここのところでこれを、はい、テキストにして、はい、コピーしたのを貼り付けると、これで追加をする。はい、そしたならば追加できたならば、はい、この確認画面進むということをした後に、またこの Google の方に戻って、はい、ドメイン所有権を証明としてあげて正常に認証されれば、これでマイクロソフト365と Google アカウント同時に使えます。はい、いかがでしたでしょうか。まあちょっとね、内容的に難しかったんですけど、これ管理者に見せれば全てわかることなので、マイクロソフトのアカウントと Google のアカウント、同じメールアドレスで共存ができます。はい、今 Google が入っててワード、エクセル、パープが使えなくて困ってるとこ、ぜひとも学校だとか自治体に言ってどっちも設定してくれと。はい、マイクロソフト365の A 版、これただです。 Google アカウントに無料でマイクロソフト365の A 版プラン、ワード、エクセル、パワーポイント、これウェブ版ですけど使えますから、ぜひともこれを進めてください。で、中には管理者の中でね、これやると危険だという方がいると思うんですけど、それは嘘なので、この設定を進めてください。この設定で5年間ね、何も問題なくやっている学校もありますから、まあそういった事例もね、実際に見せますので、この設定は普通に安全に使えます。今回は Google アカウントと Microsoft アカウントが共存できるという、まあ僕にとって当たり前なんですけど、まあ衝撃的な内容でした。それではまた。じゃあの。